仕入れプラス支払いにいつも魚屋さんに7年間ぐらい毎日お世話になってる魚屋さん。おう。で毎朝あの市場仕入れに行ってくれてます。豊洲まで行ってます。豊洲まで。どうぞ。毎度。こんにちは。毎度どうも。どうぞ。どうですかこれ。これでもう旬がわかるわけですよ。なるほど。生ホタルイカ。うんうん。春ですよ、ね、これも本当は出る時期なんて一瞬なんで、ね、最高っすよ、もう毎日新鮮な魚を、うん、市場に来たみたいなもんなわけですよ、うん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 、今日のうちの仕入れっすよ、うんうん、はい、毎度はい、どうもはい、まだです、ありがとうございます。どうも、ね、前日に LINE で仕入れ全部お願いして買ってきてくれるんですよ、うんうん、で月1僕も、うんうん、あの豊洲には行くようにして。豊洲行きたいですね。あ、行きたいですね。 YouTube チャンネルでも、新玉ねぎのポタージュ、練馬の白味噌です。メッシがカンパチです。よろしくお願いします。はい、出だし食材変更ございません。カルネも白菜用意しますんで、天気もいいですし、最後のメインまで召し上がって楽しんで帰っていただけちゃう。お願いします。明日、今日スペインに帰って最後の食べに行ってみて、食べなきゃ、その後ために勉強するのかっつったら来るべきその日のため、それはいつ来るかわからないけどね、勉強がないと、まあ、いつかやるかどうかいつかやるかどうかやらないってことだ。おはようございます。昨日はお疲れ様でした。意義のある会になったのかなと思います。で実際現場最後あのバタバタしたと思います。中で得たものもありあったと思いますし、学んだこと、ね、たくさん今後活かせるんじゃないかなとは思いながらやってました。はい、じゃあ行きましょう。行きます。チャオ、チャオ、おじゅん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 。チタイネアダフィリポ、平日の営業風景。それでは、行きましょう。よっ、わー、誰もついてこないけど大丈夫ですか。はい、はい、
しいやつ。美味しく出来上がってる。はい、こんにちは。はい、ペペチンク。はい、ペペチンク。おお、これが練馬のネギを使ってる。これ練馬のネギです。練馬加藤農園さんのいちごを使ったオリジナルジェラート。今日はあの中にちょっとクッキーみたいなサボヤルディと入っていて、ちょっとメレンゲフレッシュのいちごを使っています。これが今、2食分を一気に作ってる。ちょっと大きいって抜けられたんですか？そうですね。営業では3食分までで一応作るようにはしてます。それ以上だとちょっとブレちゃうこともある。まかないとこだったらもう大量に一気にやります。平日は仕込みを進めながらっていう感じです。それは夜のですね。そうです。なんかベーコンをしっかり炒めて、ニンニクちょっとだけ火を通してある新玉ねぎ。で、こちらはトマトソース。このトマトソースは別の動画でご紹介しますので、概要欄から見てみてください。
久々に落ち着いたランチ営業になっております。なかなか食べないです。ランチのパスタの方はシェアされるお客様には取り分けてお出ししております。こちらも喜んでいただけるポイントではあります。アサリ、ホタテ、チェリートマトのスパゲッティ、タラスミがけですね。弊社のオリジナルスパゲッティ、匠のパスタ。これをランチ営業はですね、120g で一緒に行かせてもらって、もうお腹いっぱいになって入っていただきたいなっていうところがございます。お願いします。はい。うわぁ、いい匂いだな。これも定番化させちゃってるぐらい。僕がこの組み合わせ好きで、でこの組み合わせなくすとお客さんからもなんかあれはみたいな言われちゃうんですけど、この組み合わせはちょっと永久欠番になっちゃう。これはすごいですね。直接入れてきた香りが美味しい。でうちのオリジナルスパゲッティ匠のパスタリアがもちもちしておいしい。完璧じゃないですかこの組み合わせ。どう？エンプレッサイ。今日はタラン、イタリアのクレームブリーですね、とセミフレット、ラットオレンジ、これムチャチャエンっていう愛媛の無農薬柑橘のところのラットオレンジと、リコッタチーズとヨーグルト、さっぱり系のアイスクリーム、ティラミス、あとは今ちょっとセトカっていう感じですね。フルーツ添えて、寒天もね。すげー。美味しい。最後まで満足してもらう。全部ね、寒天。
Thank you.